国道二百六十九号は、鹿児島県いぶ市から南大隅町や鹿のやし、宮崎県都の城市を経由して、宮崎市に至る鹿児島県、宮崎県管理の一般国道である、薩摩半島側の支店、いぶ市南大隅町左対、座敷国道二百六十九号はここから、宮崎市へ北上する路線となる、鹿児島湾沿岸を走る鹿のやし中心市街地、大崎町野方平地では、 このような直線道路が見られる今町一律か、薩摩半島側のいぶ市を起点とし、道志山川港から大隅半島側の南大隅町伊座市機港の間の会場区間を経て、南大隅町から宮崎県へ向けて北上する。南大隅町から鹿野市高須町までは鹿児島安沿いを北上。鹿野市高須町からは大隅半島の内陸部に入り、 鹿野市街を横断する。鹿野市ことぶきからは北東へ向かい、宮古の城ょで国道10号と合流する。宮古の城ょ街から再び単独区間となり、峠越えを経て、宮崎市街地で国道10号に合流し終点となる。青いたけしえの区間はかつては、いわゆる国道の状態であったが、1984年に拡幅が完了し、現在では、 国道10号に代わる都の町宮崎間の主要路線しての役割を担っている。かつては宮崎式ヨタ町か農から等身し、宮崎市原道町で国道220号へ合流するルートであったが、交通量が多く渋滞が頻発していたことから、対応策として国道10号へ合流するバイパス道路が2008年7月29日に完成した。宮崎県内の一部区間は、 青い竹市警告ラインの愛称があり、観光ルート、日向神話街道の路線として指定されている。宮古の城宮崎間は、古くから鹿児島街道として知られ、一時期ではあるが、国道38号とされたこともあった。鹿屋宮古の城の街道としては、庄内街道が前身となる。高須バイパス、編集高須バイパスは、鹿野市、 高須の交通渋滞を緩和するために建設されたバイパス道路。遠く間の福音は7から8メートル程度で、特に集落内は5.2メートルと狭く渋滞や、交通事故が多発していた。1983年6月27日に、着工し1988年7月に開通した。総延長は1960メートル、福音は11メートル。 走行費は10億500万円。交差する道路、編集西原バイパス。編集西原バイパス起点西原バイパスは、鹿児島県鹿屋市今坂町内を縦断する、バイパス道路、全長1 3 4トル福音1 6ルの2車線道路として2006年3月29日に、全線開通した、国道220号鹿屋バイパスから県道5 5 5号、 西原バイパスを経由して、鹿屋市野里町や霧島が、岡公園へ向かう道路として利用されている。霧島が、岡公園は、バラ園があり、2006年4月にリニューアルオープン、している。開通当初は、周辺道路や道中にも、国道269号とわかる案内標識が、設置されていなかったが、2006年11月13日までに、 県道5 5 5号線の案内標識が取り替えられ、ようやく国道269号のバイパス道路であることが、現地走行でもわかるようになった。道路地図の対応も、開通から時期が経つにつれ進んでいる、交差する道路、編集梅谷バイパス、編集梅谷バイパス、梅谷バイパスは、宮崎市田野町中心部の交通渋滞を緩和するために建設された、バイパス道路。 福音は15メートル。1988年度から整備を進め、1998年3月に一部区間が先行開通。2007年12月17日に全線開通した。総工費は約74億円。交差する道路、編集可能バイパス、編集古城大橋可能バイパス開通式のテープカット参考、可能バイパス開通前の旧国道269号。 加能バイパスは、宮崎市清竹町加能から、宮崎市大坪町の約3トルを結ぶバイパス道路であり、天馬バイパスに接続する。1999年度から整備を進め、2008年7月29日に、完成4車線で全通。当初は2008年3月に一部を、暫定に車線のままで開通する予定であったが、2007年10月までに、 当該区間の用地買収が進み全線4車線としての完成が可能となったため当初から全線4車線で強用されるように計画が変更された道路特定財源制度の暫定税率が執行していた2008年4月には工事が止められていたものの当初の予定通りに完成した総工費は約66億円開通後の急動は2016年3月28日に 宮崎市道及び宮崎県道27号宮崎北号線となった交差する道路編集天満バイパス編集天満橋天満バイパスは宮崎市大津町から大淀川を渡り宮崎市大区町で国道10号に交流するバイパス道路1995年度から整備を進め2006年3月27日に全通した総延長は2100メートル 福音は25メートル、走行費は約220億円。可能バイパスとは大津町で接続する。開通後、周辺道路の混雑が大幅に解消された。天馬橋は大淀川の代表的な橋となることから、周辺景観との調和を必要とした宮崎県は、2001年度に天馬橋周辺景観検討委員会を設置した。 方針として観光職の強い立花通りと対照的な地元住民向けの生活道としての景観。特に緑豊かで人に優しい橋であることが掲げられ、具体的事項はパブリックコメントや宮崎大学の学生が制作した模型などを参考に決定した。最終的なデザインは長雲勝氏が担当した。歩道には天然石を採用し、橋内には四カ所のバルコニーが、 左岸下流橋詰広場には、帯杉が使用されたシェルターが設けられた。橋の名称は、近隣の天神山にある宮崎天満宮に由来する。佳橋計画は1930年から存在し、当初は天神山の東側にかかる予定であったが昭和40年代に西側に変更され、この頃に天満橋の故障が見られるようになった。交差する道路、 編集鹿児島県伊ぶす市の山川港から南大隅町の伊座敷港の間は近港湾をまたぐ海上区間である。また国道448号も重複しこの海上区間を経由する2014年現在山川港と伊座敷港を直接結ぶ海上航路は存在しない。1965年から近港湾フェリー株式会社がこの2港を結ぶ フェリー路線を運行していたが、1980年に、同社は南海優先に九州合併され、同航路も廃止された。近隣航路として、2005年12月から、山川港と南大隅町のねじめ港を結ぶ航路が、鹿児島商船によって就航されるようになり、2019年、現在は南急ドックのフェリー南急が1日4往復運行されている。 鹿児島県宮崎県2005年度平日24時間交通量鹿児島県海上区間宮崎県 ABCDEFGH2015 年4月1日現在近郊湾には他にも国道58号国道224号の海上区間が存在するありがとうございます